芸術は爆発だと言った人がいます。しかし僕の場合はお母さんが爆発でした。僕の母親はダイナマイト心中しました。それが末くんの売り物なんでね。あんなつまんないやつに何言われても気にしちゃダメだよ。何かあったの？看板書いてほしいんだって。よかったじゃない。ねえお兄さん、わー握ってみて。これ芸術。え、芸術ってそういうことなの？こちらニューセレブ、わいせつ文書とか販売容疑。口でするとはどういうわけなの？ねえ、いつ結婚してくれるの？ダセーよ。おめえのお母さん爆発して死んだってことかい。面白いです。面白いよ。お母さん天才じゃねえかよ。事故か何か？いやいや、自殺です、自殺です。隣の家の息子と一緒に爆発して。売り物にして何が悪いの？数奇な運命を背負った雑誌編集長、笑いと狂乱の青春グラフィティ。素敵なダイナマイトスキャンダル。毛が見えたらまずいと思って剃ってみたんですけどね。剃ったってダメさ。もともとヘアが生えてるところは隠さなきゃダメさ。あー、そういうことか。